にちは、上田元井です。今回はですね、このチャンネルの視聴者さんからいただいた、ご質問に、お答えしたいと思います。ニックネーム月さん、女性の方ですね。こんにちは、いつも動画見ています。職場の気になる男性 M さんのことでどうしても分からず質問しました。お時間がありましたら動画を上げていただけると嬉しいです。職場の上司ですが、なんとなくですが自分に好意があるように感じます。具体的には仕事でなんとなくかばってくれているような感じですし、親切な行動が多いです。あとは月さんは優しいからと言われたこともありました。親切にしていただいた件があり、お礼も兼ねて仕事で落ち込むことがあるけれど M さんと話したら元気になりました、頑張りますとメールをしたら、大げさですよ、そのくらいのことだったら言ってくださいと言われました。M さんは課長になったばかりで、なるべく公平に見ようとしていると思いますし、周りの女性もフラットな人だねと言っています。あとは正義感が強いように感じます。結婚している方で何かを求めているわけではないのですが、私は好意があるので職場の上司として対応しているのか、好意があっての対応なのか分からず、男性心理を教えていただきたいです。私の勘違いかもしれません。補足です。M さんは容量が良く、仕事ができる男性で、出世頭です。時間とお金に厳しい人です。M さんを見ていると、仕事や出世は簡単なのかなと思わされるぐらいです。私は今まで会社でひどい評価をつけられてきたし、いわれもないことで事実をねじ曲げられてきました。水かけ論になるのは避けたいから黙ってきました。簡単に言うと会社での周囲の評価はとても低いです。見下す人もいるし、そんな人が自分を気に入ってくれるのかどうか信じられません。みんな面倒くさいことには関わりたくないのでしょうか、という、内容です。この月さんに限らずですね、学校だとか、職場で、相手からこうね、好意を感じるんだけれど、それが女性としてね、私のことをこう思ってくれてるのか、それともただ単にその人として、ね、好きなのかっていうこと、その判断が難しくてですね、悩んでしまう、気になってしまうという女性も、たくさんいらっしゃるんですね。で、気になる相手にする、行動とか接し方でどういうものがあるのかっていうのをちょっとまとめてみたんですけれども、よく目が合う、親切にしてくれることが多い、失敗してもかばってくれる、優しい言葉をかけてくれる、私のことについて、質問してくる、よく、話しかけてくる、私の近くに来ることが多い、こういった、これ以外にもありますけれど、よくあるパターンとしてはですね、気になっている男性が、自分自身、私に対してしてくる、行動であったり態度なんですけれど、でもですね、これってどっちか判断がつきにくいんですよね。みんなにもやってるんじゃないかっていうふうに考えてしまうとですね、それって私のことを、女性として、好きなんじゃなくって、人として単に好きなのかなと、これどっちなのかが分からなくて、ドキドキも好きだからドキドキするし、どっちか分からなくてモヤモヤして気になってしまうと。で、こういう時にですね、早く相手の気持ちを知りたくて、焦ってしまう人がすごくやっぱり多いんですよね。
で、焦ってしまうと一気にねこう距離を縮めようとして関係がですねうまくいかなくなってしまう場合があるんですよね。一気に距離を縮めようとすると、例えば両思いだった場合でも関係が壊れてしまうことがあるんですよね。で今回の、まあ、月さんの場合だと、上司という立場ね、彼は上司、課長ですから上司という立場があって距離を縮められないということもありますし、既婚者だから好きだけれど、距離を縮められないという場合もあるんですね。であとは、まあ、今は恋愛する気分ではないとか、どうしても他に、大切にすることがあるので、距離を縮められないという場合があるんですよね。それなのに、距離をこう縮めようとして相手にですねこう距離を置かれてしまうっていう場合があるんですよね。じゃあ今日の本題、どうしたらいいか、相手が私のことを単に人として好きなのか、それとも女性として好意を持ってくれているのか、それをね確認する方法を、お伝えしたいと思います。相手の好意を確認する方法、遠回しに自分の気持ちを伝えるということなんですよね。でまあ、一つ目はですねこう見つめるということなんですけれど、これはまあ簡単そうでですねなかなか、難しいんですよね。人ってその恋を感じるときになんか自分のことをこう見ているなとかね、つい目があったらそらされるとか、それだけでも恋を感じる。あとはその話しているときに、きちんとこう目を見つめるとかね、その目で好意が伝わるということがあるので、意識するのはですねちょっと多めに彼のことを見つめるということなんですよね。例えば話している時もまあ目をこう見ないで話す人もいますけれど、相手のことをねこうじっと見つめながら話してみるとかね、もちろんあの途中でそらしたりした方が自然だから、ずっと見てるってのもちょっとこの人変じゃないかなっていうふうに思われちゃうので、まあちょっと多めに見るというのも意識すると、相手にもその好意が伝わりやすくなると。であとはですねよくまあボディタッチをするとですね相手も自分のことを好きになりますよみたいなことで言われる場合もあるんですが、僕はですねこの方法は、まあ、三角にしているんですけれど、なぜかというとですねボディタッチっていうのはですねちょっとインパクトが強すぎるんですよね。もちろんこのボディタッチをすることによって好意が伝わる、好きになるとかね、その好意を持ってもらえるっていう場合ももちろんあるんだけれど、意外とですねこう失敗する場合っていうのも結構あるんですよね。ボディタッチをすることによって、すごくこう安っぽくなってしまう、相手にそのバレてしまう、無理をしていることがバレてしまう場合があるんですよね。例えばそういうボディタッチもしたことはないんだけれど、本で見てボディタッチをしたら仲良くなれるんだと思って無理してボディタッチをしたことによって、相手にそれを気づかれちゃう、なんかこう本とか読んでなんか無理にそうやってんのかなってなっちゃうと本当に滑ったみたいな感じになっちゃうので、そこで一気に相手気持ちがあったのに冷めてしまう場合があるので、まあ、ボディタッチっていうのはまあ、しない方がいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、それよりも効果的なのがこの特別な表現を言葉で伝えるっていうことなんですよね。どういうことかというと、まあ、月さんもねこれ非常にいい方法をやられたと思うんですけれど、まさにこれですね、〇〇さんと話をしたら元気になりましたとか、まあ、あとはですね〇〇さんと同じで嬉しいです。同じで嬉しいですってどういうことかというと、例えば、出身地が一緒だったとするじゃないですか、まあ、話の流れでね、
私も実は出身地丸丸さんと一緒なんですよ、一緒で嬉しいなという気持ちを伝える、あとはですね、丸丸さんの近くだから安心です。例えば職場で席が、近くだとか、例えば会議の時に、席がね近くなった、それで〇〇さんと、一緒だと、安心ですとかね、そういうふうに気持ちを伝えてみると、あとは〇〇さんと一緒がいいですということを言ってみるとかね、例えばですよ、こうお菓子をくれると言った場合に、こっちとこっちどっちがいいとかって聞かれる場合あるじゃないですか。そしたら私は〇〇さんと一緒がいいですとか、〇〇さんが選んでくれたものがいいですとかね、あとは席替えをするときに、私は〇〇さんの近くがいいですとかね、まあ、そういうふうに、伝えてみると、そうするとどうなるかというとですね、大きく2つに、分かれます。相手にその遠回しに好意を伝えたときに、相手がですね、あなたに対して興味がない場合はどうなるかというと、距離を置かれるんですよね。あなたの好意が伝わってきたことによって、勘違いをされたくないので、人って自分が好意がない相手から好意を持たれるっていうのは苦痛なんですよね。嫌なことなんですよ。皆さんも想像してみていただきたいんですけれど、自分がその好意を持っていない人に勘違いされたら嫌ですよね。だから、勘違い、あれなんか勘違いされたんじゃないかなと思って、あえてこう距離を取ってくると、で逆にですね、好意がある場合どういう感じになるかっていうと、女性としてね、興味がある場合は、さっきみたいなその特別な表現をした時に、これ明らかに相手に私はあなたのことが好きだっていうことが、まあ、伝わるじゃないですか。でそれでもそれに対して、まあ、嬉しそうな反応、あ、よかったなとか嬉しそうだなっていう反応になった場合は、あなたのことを、女性として見ている可能性が高いですよと。で今回ご質問いただいているこの月沢の場合ですね、彼に仕事で落ち込むことがあるけれど、M さんと話したら元気になりましたとメールで送ったのに対して、彼が、大げさですよ、そのくらいだったらいつでも言ってくださいよみたいな返しなんですよね。それって相手は喜んでいる、あ、よかったな、嬉しいという感じなので、これはこういった場合は、この月さんに対して好意があるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、非常にシンプルな方法ですけれど、自分の好意をこうストレートに伝えるんじゃなくて、遠回しに伝えてみた時に、それでかつね、そのきちんと相手に自分の好意が伝わる内容を伝えてみた時に、相手が距離を置いてくるのか嬉しそうにするのか、まあ、この辺で見極めるといいのかなと思うんですよね。よく失敗してしまいがちなのは、あ、なんか人私になんか好意がありそうだなと思って、その気持ちをですね早く確認したくなって、いきなり食事に誘ったりとか、あとはそのいきなり好きだっていうことを伝えてしまったりとかね、いう場合があるんだけれど、そうなっちゃうと相手がさっき言ったように職場の上司っていう場合もあるし、相手が既婚者だって言った場合がもうあるじゃないですか。でそういった場合は罪悪感から本当は好意があるんだけれど断っちゃうっていう場合があるんですよね。そして一回断らせてしまうと、そこから復活させるっていうのはなかなかできなくなっちゃうので、ですから遠回しに、自分のその行為を、特別な言葉を表現を使って、伝えてみると、いうことをね、この動画をご覧になられている方でもですね、まあ、いろんな年齢層の方いらっしゃると思いますけれど、年齢問わずこの方法っていうのは使える場合が多いので、ぜひ試していただければなと思います。